안녕하세요. 우럭입니다. 오늘은 모어모어 점프의 이벤트 스토리를 볼 차례인데요. 배너에는 어린 모습의 하루카가 걸려 있습니다. 제목은 그날의 꿈에 저 너머로 라고 하는데요. 저번에 단독 라이브를 잘 성공시키고 나서 그 다음에 스토리를 다룰 것 같은데 어떤 내용일지 같이 보러 가시죠. 하루카의 방. 本当にワンマンライブを開催してくれてありがとうございました。ここまで応援してきてよかったです。ペンレットや。次のライブもとっても楽しみにしていますので、活動頑張ってください。おお、気分좋겠다。本当に読んでて心があったかくなる手紙ばかりだな。みんなワンマン楽しんでくれたみたいでよかった。でもまさかこんなに届くなんて。匿名で受け取れるサービス使ってみてよかった。부러운데? 난 악플만 やっ올것ぱり같은데? 手紙って嬉しいな。文字の雰囲気から書いてくれた人の思いが伝わってくる気がする。それに封筒もみんな個性があって可愛いし、この猫のシール貼ってあるのはアイリア宛かな。こっちのは限定雪フェニーク、わざわざ私に選んでくれ너무たんだ。좋아하는데? 開けてみよう。무도관이요? 무도관 엄청 크잖아. 全員にとって夢のステージだよね。あそこで歌えるのは一流の証だから、ファンのみんなもやってほしいって思ってくれてるんだろうな。私も初めて立てた時は感動したっけ。こんなステージに立てたくらい、アスランってグループは大きくなってたくさんの人に応援してもらえてるんだって実感できて、진짜탑급이었네。ここにいる人たちみんなに明日を頑張る希望を届けられるんだって思った。いつかみのりにもあの景色を見てほしいな。でも今の私たちじゃ現実的じゃない。그치。舞踏館ってライブを開催するための審査が厳しくて、知名度と実力が伴わないと通らないって聞いたことがあるし。わあ、4万5千名?1万5千人の動員が必要なんだよね。やっと700人のライブができた私たちにとっては本当に遠い数字だな。それでも目指すなら、いや、マノチョウはバセゲッタ。やっていくしかないけど、今の私たちのやり方で届くのかな。익숙한옥상。はい、これ昨日私が読み終わった文だよ。ありがとう、はるかちゃん。今日のお手紙も楽しみだな。じゃあ、私の分ははるかちゃんに渡すわね。ああ、すごく励まされる感想ばっかりだったわ。あ、교대로교대로몇장씩할당받아서돌려읽는거야?私が昨日読んだものの中にも、しずくのファンの人の熱烈な声があったから、おお、わ、진짜기대되겠다。それにしても本当に予想以上の反響よね。手分けして家に持って帰らないと読めないくらいの手紙が届くなんて。わあ。嬉しいよね。メールや DM でも
부럽다잉응それに感想だけじゃなくて仕事の依頼のメッセージも届くようになったよね雑誌のインタビューとかラジオのワンコーナーの出演とかびっくりしちゃったよね今までそういうメッセージ来たのって小学校でライブやった時くらいだったし그건그렇지多分ワンマンのことが軽くネットニュースになったからでしょうね私たち3人はアイドルグループ脱退組だしそんな旗から見たらレールを外れたアイドルが事務所の支えなしにワンマンライブを成功させてる。그렇지、이거대단한거예요。するにはなかなか引きのある内容よね。ちょっと話は盛り気味だったけど。でも、あの記事のおかげで私たちのことを知らなかった人にも知ってもらえるようになったのならありがたいよね。そうだね。ワンマンの前に比べてチャンネル登録者数も結構増えたし。おお。注目されるのはいいことよね、うん、でもそんな今だからこそ初心に帰って一度今後の方針をみんなで話し合いたいと思ってるの좋은얘기야ワンマンっていう大きな目標も達成したし次の目標はどうするのかそのためにどう活動していくのかとかね目標と活動方針か。그렇지그렇지맞는말이에요。あの、それならちょっといいかな。뭘까나SNS で感想を検索してみたのそしたらくれとにみんないろんな場所でライブやってほしいとかたくさんの人に知ってほしいとか書いてくれてたんだファンレターにもそういう声がいっぱいあったわよねうんそれで私思ったんだ私もファンのみんなが言ってくれてるようにいろんな場所でライブをしてウォーマージャンプをいろんな人に知ってもらってもっともっとたくさんの人に希望を届けたいってたくさんの人にそのためにはどうしたらいいのかなって考えてそれで私ウォーマージャンプでライブツアーをやりたいって思ったんだで?ライブツアーよ?ライブツアーそれだけじゃないよ。ウォーマージャンプがツアーができるようなアイドルになったら、その次はドームライブをやりたいんだ。ドームライブ?私が初めて見たアスランのライブみたいに、たくさんの日本中の人にみんなで希望を届けたいの。고등학생이요?회사도없이요?그게돼요?大きく出たわね。그치존나크지모아모아점프대도움なんて소랴できたら夢みたいだけど아직은私本気だよ그건알지그건알지근데아직은완만대오객산의니코니코した顔を見れて本当に嬉しいなって今まで活動してきてよかったなって思ったのだからこれからも頑張ろうって今までみたいに目の前のお客さんに希望を届けていこうって最初はそう思ってたんだでもドン공연은꽤무리지みんなこんなに期待してくれてるんだ다들みんなは기대를엄청많이하는구나もっとたくさんの人に希望を届けられるような大きな場所に立つことを望んでくれてるって思ったのそれで思ったんだ私はやっぱりたくさんの人たちに一番希望を届けられるアイドルになりたいだからみんなと本気で日本で一番大きな場所で
ドームみたいな場所でライブができるアイドルを、トップアイドルを目指したいの。そうだ、私も。うんうん。私もあの頃は。こんにちは。ドームライブができるトップアイドルね。あ、可能可能。もちろんこれは私がそう思ってるってだけの話だから。もてこっち。みんながどう思うかは。언젠간하겠지。ちゃんと聞きたいな。みのりの言いたいことは分かったよ。それにすごくみのりらしいなって思った。はるかちゃん。もっとたくさんの人たちに希望を届けたいって気持ちは、私も愛理もしずくも持ってると思う。でも本当にトップアイドルを目指すってことが今の私たちの目標として正しいものなのか、少し考える時間が欲しいかな。단계라는게있긴하니까、ね、まだ初めてのワンマンをやったばかりの私たちにとってはとてつもなく高い目標になるわけだし。あ、そうだよね。ちゃんと考えないといけないよね。じゃあこれからみんなでって思ったけど、気づいたらもうこんな時間だ。ワンマンお疲れ様配信の準備しなきゃいけないよね。いえ。あら、もうそんな時間なのね。あ、얘기좀듣나했는데。この話はまたみんなで改めてしましょう。今は早く準備しなくちゃ。みのりとしずくは三脚の準備をお願い。はるかはスマホ用意して。あ、うん、わかった。しずくちゃん、一緒に三脚組み立てよ。お、負けどで、この足の部分を引っ張ればいいのよ。あんだあんだあんだ。でも、なんだかすごく硬くて。ああ、しずくちゃん逆、そっちに引っ張ったら折れちゃうよ。うん、あんで、しずくらん같이하지마。ひげしらご。今日のワンマンお疲れ様配信、いつもよりたくさんの人が見に来てくれてたね。기계라고하긴그렇지。やっぱり登録者数が増えたから注目度が上がってるみたいだね。初めて見る名前の人もいっぱいコメントしてくれてたわね。この人たちにも楽しんでもらう。シジク손에는マイク만있으면되는걸로하자。そうね。でも見てくれてる人が増えた今だからこそ、今までと同じような配信をしていくのが適切なのか、やっぱり考える必要があると思ったわ。だから配信の前にしてた今後の話の続きをしようと思うんだけど。プロへ관한이야기。あ、ごめんね。お母さんにひき肉買ってくるの忘れちゃったから買ってきてって急に頼まれちゃって。ああ、ミートソースなのに肝心のミートがないみたいで、このままじゃただのトマト缶パスタになっちゃうんだって。먹을만한데。それも美味しそうだけど、ミートソースのつもりだったのなら買っていってあげた方がいいわね。本当にごめんね。大事な話しようとしてたのに続きできなくて。どっちにしろ今日はもう遅いし、カットフォロー하자。大丈夫だから。あ、아니지、얘는일본이니까ラインフォロー하자얘들아。ありがとう。私も家でちゃんと目標について考えてみるよ。それじゃあ私スーパーに行ってくる。またね、みんな。うん、お疲れ様。嵐が去っていったわね。本当にみのりちゃんはいつも元気で可愛いわね。な、거짓말안하고같이있으면기빨릴것같아。でもまさかあんなことを言い出すなんて意外だったわ。うん、ファンのみんなは私たちがもっとたくさんの人に希望を届けられるような大きな薬だったのを望んでくれてるって思ったの。だから
みんなと本気で日本で一番大きな場所でドームみたいな場所でライブができるアイドルを、トップアイドルを目指したいの。実は昨日読んでた手紙の中に舞踏館でライブをやってほしいって書かれてたのがあったんだ。グッズ舞踏館で。その時私は確かにあそこでやれたらいいなって思ったけど、今の私たちじゃ難しいとも思った。そうよね、私たちは名前の知られてるアイドルグループにいたことがあるから、その時代からずっとファンとしてついてきてくれてる人もいる。でもやっぱり元いたグループの看板あってこそだし、昔からのファンが全員残ってくれてるわけじゃない。今の私たちじゃ1万5000人なんて人数、15000人わーし、おつけちょう。だからみのりからドームって言葉が出た時にスケールの大きさに驚いちゃったんだけど。うん、アイリの言う通りだよ。私も同じことを思ったけど、でもそれでもみのりの言葉を聞いてハッとしたんだ。今までの私はこうじゃなかったなって。動員数が多いとか少ないとか気にしたことがなくて、ただ純粋に日本中の人に希望を届けたいって思ってたなって。確かに私もモアモアジャンプで活動することになった時、いつかみんなでドームライブをできたらいいなって思ったわ。でもそれは本当にいつかで、私たちにとってはまだ先の話だってどこかで思ってたの。わかるわ、私たちのアイドルとしての道のりはまだまだ遠いと思ってたから。でもいいのよね、私たちが今ドームを埋められるようなアイドルを目指しても。クロン、うん、私もみのりの言葉でそれに気づいたんだ。だって私たちはたくさんの人に希望を届けたくて活動してる。それは今までもこれからも変わらなくて、このまま進んだ先には絶対にドームがある。だから目指そう、みんなで。いつかじゃなくて今、日本一大きな会場が埋められるくらいたくさんの人に希望を届けられるアイドルを、トップアイドルを。みのりの성격덕에초심찾은느낌도드네요。やってやりましょう。実はね、初めてのワンマンライブも満員御礼でチケットを取れなかったって声も多くて、700人の見積もりは甘かったと思ってたの。それに今回のネットニュースのおかげで配信チャンネルの登録者数も結構増えて、次回もしイベントをするなら2000人から3000人の動員は見込めるんじゃないかって斉藤さんとも話をしていたのよ。そんなに？半年以内に1000人規模くらいのライブはできるようになるんじゃないかって思ってたけど、それならもしかしたら渋谷ホールくらいは。ん？あそこのキャパは1900人だから、今の私たちでも十分狙えるわよ。おー、すごいわね、もう渋谷ホールに立てるかもしれないなんて。実際私たちはかなり順調よ。駆け出しのアイドルグループとしては信じられないくらいね。그렇긴하지。でもドームの動員数は3万人。そこにはさすがに今の私たちでは届かないわ。届かないでしょうけど、今の私たちの勢いならきっと届くはず。だから行けるところまで駆け抜けましょう。다음날みんな昨日はごめんね、大事な話があったのに先に帰っちゃって。아미트소스스파게티못참지気にしなくていいよ、夕飯は大丈夫。
夫だったの？うん、みんなのおかげで美味しいミートソースパスタ食べれたよ。本当にありがとう。それで早速例の話の続きをしたいと思うのですが。ええ、もちろん。私たちもみのりに話そうと思ってたことがあるのよ。여기결론났어。実はね、昨日みのりちゃんが帰った後に3人で話をしたの。みのりちゃんが言ってたトップアイドルを目指すっていう目標について。そうだったの？それでみんなはどう思った？結論から言うと、私たちもみのりに賛成だよ。꿈을크게잡는거지。正直に言うとね、私たちはまだワンマンを成功させたばかりなのに、トップアイドルを目指せるのかなって思ってたんだ。でも、みのりのおかげで思い出したの。私たちは目の前のお客さんもそうだけど、日本中の人たちに希望を届けたかったんだって。はるかちゃん。だから、目指そう。みんなで。ドームライブができるアイドルを。わあ。まあ現実問題簡単じゃないけどね。私たちはまだ新人チゴ존나성공한거라니까지금。息を出てないし、踏むべきステップはたくさんあるし。そうね。でもだからこそ私たちみんなで頑張りたいって思うわ。うん。それに、アイドルはファンのみんなに希望と夢を届けるものだから、私たちが夢を見てもいいと思うんだ。私たちが夢を叶える姿はきっとファンのみんなにも希望を与えられる。だから必ずなろう。日本で一番たくさんの人に希望と夢を届けられるアイドルに。私もファンのみんなの感想を見て、ドームをやれるトップアイドルを目指したいって思った時、まだ早いかもって、夢見すぎかもって思ったんだけど、でもやっぱりどうしても目指したいって、諦めたくないって思ったんだ。だから勇気出してみんなに話してみてよかった。みんなが一緒にやろうって言ってくれて。絶対トップアイドルになろうね。みんなで一緒に。え？うい。奥さん。ってことで。ドームライブをやれるようなトップアイドルになるって目標は決まったけど、じゃあ目標を정했으니까プランを짜야지。そこまで行くためにはどんなルートをたどればいいか考えないといけないよね。그치그치。そうだよね。ドームライブまではまだまだ遠いし、거쳐야할길들을찾아가야지。ライブする場所を少しずつ大きくして、お客さんをちょっとずつ増やしていきながらドームに近づいていくしかないのかな。の話なんだけど、今の私たちならもう少し大きな会場でライブをやることができるんじゃないかって話していたのよ。そうそう、例えば渋谷ホールとかね。え、渋谷ホールって？근데2000명도대단한건데。あそこが埋められるくらいたくさんのお客さんに見てもらえるかもしれないなんてすごいね。でももう2000人の動員が達成できるなら、もっと上を目指してもいいのかも。もっと上って？夢は大きくってことで、1万人規模を目指すなら両国相撲館や野々木体育館があるわね。それと1万5000人規模なら舞踏館も。手紙を送ってくれた人にもいたよね。私たちを舞踏館で見たいって書いてくれてたお客さん。うん、
솔직히 무도관 가게 되면 무도관 라이브는 애니로 보여줘야 된다. 우리가 혹시 무도관에 やれたら あの人にも 기쁨을 届けられるかもしれない. 다から 私は 目指したいな. 도움 라이브의 중간 목표로서 먼저 무도관에 やれる くらいの 아이돌을 15,000人か. 大きな 数字だと思うけど トップアイドルを狙うんならそれくらいやってみせないとね。でもそうなるとお客さんを今の700人から15,000人まで増やさないといけないのよね。그러게요。どうやったらそんなにお客さんを増やせるのかしら。配信を続けて22倍좀안되게できると思うけど、15,000人のお客さんがライブに来てくれるまでとなると今の登録者数のペースじゃ厳しそうだよね。그치。それじゃあ配信以外の方法を考えた方がいいのかな。今回登録者が増えたのって記事のおかげもあると思うし。それなら選択肢はたくさんあるんじゃない。ラディオ、雑誌とかラジオとか。あ、そういうのだったらお仕事の依頼が来てたよね。確かにそれを受けてみるのもいいかもしれないわ。おおむね賛成だけど、受ける仕事はちゃんと相手の会社のこととか調べてからにしたいわね。그치、詐欺당하면안된다고。そうだね。結構いろんなメッセージもらってるけど、中にはちょっと怪しそうなのもあったりするし。조심또조심。一旦もらったメッセージをみんなで整理していこうか。全部ちゃんと見れてなかったからドキドキしちゃうな。私はメールを見てみるから、みのりは SNS の DM をお願い。アイリは配信サイトのコメントを見てくれると嬉しいな。あとしずくは、みのりとアイリのアシスタントでどうかな。그게맞지。アシスタント、なんだかかっこいいもんね。말잘했다。そうね、アシスタントを頼んだわよ、しずく。うんうん、いい待つ。じゃあ、早速作業していこうか。원래이렇게세명짜르륵나오지않잖아。뭐가바뀌었네。次の DM は、モアモアジャンプ様、初のワンマンライブ開催、おめでとうございます。個人でワンマンを開催されている姿に感動いたしました。つきましては、皆さんの若いパワーを生かして、ぜひ我が社の毎日飲むだけでマイナス 30kg 激痩せビューティーデラックスを宣伝していただきたく。이건구라지。飲むだけでマイナス 30kg？ そんなのを飲み続けたらいつか体がなくなっちゃうんじゃないかしら。嘘に決まってるでしょ、そんなの。体重を減らすには食事の管理と運動は必須だよ。飲むだけで痩せるなんて魔法のような薬はないから。そうだよね。本当にそんな商品ができたのならすごいなって思ったけど。でもここまでメッセージを見てきた感じ、ほとんどがそういう怪しい案件ね。受けるにせよ、ちゃんと依頼元は調べなくちゃ。こういうのって簡単に受けたら悪意ある企業で大変なことになるってよく聞くし。그치、출연료도못받을수도있다。私たちが騙されるだけならまだいいけど、変な商品の宣伝をしてお客さんを騙すことになってしまったら嫌だものね。그치그치。そうね。はあ、大量のメッセージを見るのも大変だっていうのに。選別までしなきゃいけないなんて。こういう作業をやってると、マネージャーの存在ってありがたかったんだって身にしみるわ。でも怪しいのだけじゃなくていいのもちゃんとあるし、前向きに次の DM 行ってみよう。次は私も見ていいかしら。突然のご連絡失礼いたします。私は東京 NX で放送中のアイドル大戦争という番組でプロデューサーをしております。ん？뭔데？
うわ、びっくりした。ごめんね、しずくちゃん。突然だったから。みのり、사자후가능이었어？あら、もしかして、アイハザって。アイリちゃんも知ってる？メッセージにも書いてあったけど、東京 NX で深夜にやってるアイドル番組だよね。おお。アイドル大戦争って書いて、アイドルハザードって読む。通称アイハザ。いろんなアイドルグループの子が交代で MC やってて、ゲストで来る他のグループの子との絡みも見れちゃうから、アイドル好きにはたまらない番組で、最近始まったのに結構話題になってるんだ。いろんな데서부른다고？そんな番組のプロデューサーが私たちにメッセージを送ってきたってことは。왜지？もしかして、もしかするって感じだよね。しずくちゃん、メッセージの続きをお願いします。わかったわ。実は以前配信を拝見させていただいたのですが、今回初めてのワンマンを自分たちの手で成功させたと伺い、大変興味を抱きました。その後、動画サイトのアーカイブなども視聴させていただいたのですが、非常に明るく前向きな皆さんの姿に元気をいただき、皆さんと同じように視聴者の皆様に元気を届けたいをコンセプトにしている当番組に、本当に出演者いきなんで、ぜひ出演していただきたくご連絡差し上げました。本当に出演依頼なんだ。私にも見せてくれる？なるほどね。要約すると、その番組の注目のアイドルを特集する5分くらいのワンコーナーに出演してほしいってことみたい。すごいね。テレビに出れるかもしれないなんて。それにテレビならいろんな人に私たちのことを知ってもらえるかもしれないし、すっごくいい機会だよね。そうね。5分のコーナーとはいえ、5分이라도나오면일단좋지。私もぜひやってみたいわ。はるかちゃんはどうかな？そうだね。依頼元はそれなりに有名な番組のプロデューサーみたいだし、メッセージの内容も誠実で信頼できる感じではあった。いえ。それにこんな大きな案件が来るのは、もっと小さな仕事を何個かこなしてからだと思ってたから、みんなの言うように思いがけない大チャンスだよね。大チャンスなんだけど、もう少し考えたいな。무슨이유가있을까？どういうこと？今テレビに出るのが本当にいいことなのかわからなくて、テレビに出れば確かにお客さんは増えると思う。今はネット配信でもたくさんの人に見てもらえるけど、それ以上に影響力があるのがテレビっていう媒体だから。それなら。でもその影響力にはデメリットもある。デメリット？私たちが伝えたいものが違う形になって広まる可能性があるってこと。자기들입맛대로바꿀수있으니까。もしかしたら面白くするために思ってなかった方向に言葉を切り抜かれちゃうかもしれない。그치。악마의편집이라고하죠。番組のためにはなるかもしれないけど、私たちやファンのみんなのためにはならないかもしれない。もちろんテレビ番組が全部そういう悪意を込めて作られてるわけじゃないし、いいところもたくさんあると思ってるよ。でもテレビに出るっていうのはそういうのを覚悟しないといけないってことだから、だから今すぐに判断するのは難しいなと思って。確かにそういうリスクはあるわよね。いちっていうかあったわ。ちょっとしたツッコミを編集されて、共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。本当？大丈夫だったの？まあ放送された直後はちょっと燃えたわね。それに
今でもその俳優さんのファンの一部から話を盛り上げられることはあるけど、でもファンの子たちが愛理はそういうこと言う子じゃないって言ってくれたから大事にはならなかったし大丈夫だったわ。よかった。まあそんなことはあったけど、それでも私はメリットの方が大きいと思うから、テレビに出れるなら出た方がいいと思ってるけどね。장점이크긴하죠조심만한다면너チャイムだ뭐야もう昼休み終わりなのね。아점심시간이었어話してるとあっという間だわ。まだ話の途中だけど仕方ないわね。この話は日を改めることにして、それぞれ一晩冷静に考えてみましょうか。ごめんね、みんなはやる気だったのに水を差すようなことを言って。난되게여러방면으로생각할수있어서다행이라고보는데오히려반대의견도있긴있어야돼그걸조율해나가는거지話してくれてありがとう。雫、雫ちゃんの言う通りだよ。それにやっぱりこういうのは全員が納得して決めないとダメだと思うんだ。だってモーモージャンプはみんなで一つだから。そういうことだから、はるかは変に遠慮しないで、これからも言いたいことは言っていいんだからね。그치그치みんなありがとう。私ももう一度ゆっくり考えてみるね。テレビ出演をどうするか、か湯船の中でもたくさん考えたけど答えは出なかった。みんなは私の考えに分かるって言ってくれたけど、それでも出演には前向きみたいだった。でもっていうかあったわ、ちょっとしたツッコミを編集されて共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。やっぱりそういうことはあるんだよね。그치、将来ドームでやることを考えたらお客さんをたくさん呼ぶ必要があるし、そのためにもテレビに出た方がいいとは私も思ってるけど、私たち自身だったり私たちが伝えたい思いを歪められる可能性はゼロじゃない。それに記事にするにはなかなか引きのある内容よね。ちょっと話は盛り気味だったけど、実際小さな記事でさえ少し違和感のある内容になってたりした。もんで、もちろんそれってこの先私たちが活動を広げていくなら避けられるものじゃないけど、私たちは一度アイドルグループを脱退して個人で活動してるっていう背景があるから、그이야기가나올수도있겠다。そこを面白おかしく扱われる可能性は高い。それでそんな私たちがテレビで流れたら、今まで私たちを応援してきてくれた人は悲しむかもしれない。あー、ちょっと複雑하네요。もしかしたらテレビに出た私たちを好きになってくれる人たちもいるかもしれないけど、今のファンの人たちを悲しませてまで、ありのままの私たちを曲げられるリスクを犯してまでテレビに出る必要ってあるのかな。でもすごいね、テレビに出れるかもしれないなんて。私もぜひやってみたいわ。それでも私はメリットの方が大きいと思うから、テレビに出れるなら出た方がいいと思ってるけどね。やっぱり私の考えすぎなのかな。アスランの時にもテレビの仕事はやってたけど、
楽しかったことの方が多いし、モモちゃんに붙어있는꼬리표가많아서みんなが前向きなんだから、난충분히조심해도된다고생각하거든。그래서하루카가혼자만다른생각을하고있는거에대해서이게나쁘다고생각안해요。失敗してもきっと私の中でわだかまりが残る。みんなも私が納得しないと意味がないって言ってくれてた。그치애매모호하면안돼확실하게결단을내려야돼答えを出さなくちゃ。でも一人で考えてても仕方ないよね。그럼세카이로가야지。誰かに客観的な意見を聞けたら。あ、そうだ。그렇지。みんな、ちょっといいかな。あれ、はるかちゃん、こんなに遅い時間にどうしたの？どうしても自分だけじゃ答えが出なくて、みんなに相談に乗ってほしいことがあるんだ。実は、いれいれよれよれ。夢だね。みんなもこれからの活動がますます楽しみになってきたよ。でもその前に悩みを解決しないとね。그렇지그렇지。そうですね。テレビ出演をどうするかだったよね。그렇지그렇지。はるかちゃんはテレビに出ることで自分たちのイメージや届けたい思いが違う形になって。みんなを悲しませちゃうかもしれないって思ってるのよね。왜곡와전이무서운거지。番組を面白くするためにある程度編集されるのはしょうがないし、私も見やすい編集の番組はすごく好きなんだけど、私たちが伝えたいことが違う意味になったり、みんなが嫌な子に見えるような編集になったら、ファンのみんなも悲しむと思って。はるかちゃん、でも私が考えてることって本当にそうなるって決まってるわけじゃないでしょ。だったら起きるかわからないことで悩んでテレビに出ないっていうのも違うような気がしてるんだ。結局私には今の事務所とか守ってくれる人がいない状況でテレビに出る覚悟が足りてないってことなのかな。そんなことはないと思うな。それに、はるかちゃんはファンのみんなのことをとっても大切に思ってるんだね。그렇긴하지。そうですね。私たちはいつもファンのみんなに希望を届けられるようにって頑張ってるけど、みんなからもたくさん希望をもらってるから。こんなにファン思いのアイドルを応援できて、モアモアジャンプのファンは幸せね。そんな、ふふ、照れなくなっていいじゃない。私もファンとしてはるかちゃんのことがもっともっと好きになっちゃったわ。もうからかわないでよ。ふふふ、でもね、そんなはるかちゃんだから私はファンとして安心してって言ってあげたいな。あ、どういうこと？私は、はるかちゃんたちのことをよく知ってるわ。はるかちゃんたちが届けたい気持ちも、はるかちゃんたちからもらえる希望の温かさも、そしてそれは、私にとってとても大切なものだから。テレビで何を見せられたって、みんなを思う気持ちは簡単に変わらないと思うの。だって私は、ずっとモアモアジャンプのファンでいる私は、本当のみんなを知ってるわ。あ、っていうか、あったわ。ちょっとしたツッコミを編集されて、共演した俳優さんの悪口言ってるように見せられちゃったこと。그치、아이리도팬들이커버쳐줬다했으니까。大丈夫だったの？
まあ、放送された直後はちょっと燃えたわね。それに、今でもその俳優さんのファンの一部から、その話を持ち出されることはあるけど。でも、ファンの子たちが、愛理はそういうこと言う子じゃないって言ってくれたから、大事にはならなかったし、大丈夫だったわ。だから、きっと大丈夫だと思うの。どんな番組になったとしても、きっと私は、はるかちゃんたちに失望したり、悲しんだりなんかしない。それに、私はそれより、もっとたくさんの人に、私の大好きなモアモアちゃんと知ってもらいたいと思うわ。私がもらった希望を、その温かさを、他の人にも届けてあげてほしいって。きっと、みんながカメラを通して届ける希望は、いつものみんなと変わらないはずだから。ね？メイプが좋은말해주셨네요。思いが変わらないなら、きっと大丈夫。みんなに伝わると思うな。ええ。それに、やっぱりファンのみんなは、みんながテレビに出て、いろんな人に知ってもらうことを、純粋に楽しみにしていると思うもの。確かに、そうだね。手紙を送ってくれた人も、喜んでくれるかも。ありがとう。なんか、勇気が持てた気がする。最終的に答えを出すのははるかちゃんたちだから、ゆっくり考えていいと思うわ。결정은본인이하는겁니다。こういう時は、自分の思いと向き合ってみるのもいいかもしれないわね。自分の思いと？え？ワンマンライブが成功して、とっても素敵な目標ができて、今、みんなが大きな節目を迎えてると思うの。そんな時は、忙しくて、大切なものを見失っちゃいがちだから。どうしてアイドルになりたいと思ったのかとか、その時感じたこととか、この機会に、もう一度振り返ってみるのもいいんじゃないかな、と思って。あ、確かにそうだね。ありがとう。ちゃんと考えてみる。これからのモアモアジャンプも楽しみにしてるわね。この機会にもう一度振り返ってみるのもいいんじゃないかなと思って。メイコの言う通りだな。그치그치좋은말해주셨어。私はたくさんの人に希望を届けたいって思ってる。今まで私たちを応援してくれたお客さんのためにも、これから出会うたくさんの人のためにも、自分がどうしてアイドルになりたかったのか、これからどんなアイドルになりたいのか、ちゃんと考えよう。私がアイドルになった理由は、이건궁금한데。そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたんでした。ちょこみだちょこみ。ちょっとちっちゃい子向けだったけど面白い本だったな。お姫様が明るくて、いろんな問題を解決してって、明日、貸してくれた先生に。え、근데너무의젓한거아니야？너무의젓하잖아。どうしたの？
本当に嬉しいんだけど。あー、잘웃지않았구나。ありがとう、お母さん。そうなんだ。じゃあ行きたいな。젊은달걀씨를좋아했구나。ありがとう。またお母さんに悲しそうな顔させちゃったな。おばあちゃんに筆箱もらえたのも嬉しいし、ゆでたまちゃんのショーも楽しみなのに、なんで普通の子みたいに笑えないのかな。そしてそのとびきりの笑顔で、お姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。ん、笑顔の練習してみようかな。귀엽긴한데엄청성숙하다。やっぱり人が多いな。さっきよりももっといっぱいいるかも。あ、うん。こんなに人がいると押されて流されちゃいそう。手をつないでた方がいいかも。お母さん、で。안녕하세요。어？え？ごめんなさい。あ。ほう。どうしよう。お母さんたちとはぐれちゃった。お母さんたちが行こうって言ってたとこも行ってみたけど、人がいっぱいで。全然見つからなかったし。あ、どうしよう。このままずっと会えなかったら。ホーク。ここで一人ぼっちになったら。애기는애기네。언니？え？なんだろう、このお姉さん。すごく可愛い服を着てる。ああ。なんだか。お姫様みたい。あ、私。アイドルんがぶだ。최고의두근거림。
얼떨결에 잡혀왔네. 아니 보호소에 연락했잖아. 고쇼다이. 아니 보호소에서 부모님 기다려야 되는 거 아니야? 키리타니 하루카. 매니저가 일렬로 가세요 하겠지. 아 유명하진 않았나 보다. 그럼 금방 찾긴 하겠네. 신세계지 처음 보면. そしてそのとびきりの笑顔でお姫様はたくさんの人に愛と勇気を届けたのでした。 아. 私もやった方がいいな。でもちょっと恥ずかしいな。お姉さんは私の方を見て手を叩いてる。これに合わせたらいいのかな。 特別ゲスト？特別なお客さんってことかな。 나? 이게 맞아? 私やり方わかんない。 아, 부모님이 찾기엔 편하겠다. 누린 건가? 네? 얼떨결에 스테이지 끌려가는 게 맞아? 열심히 하시네.
をさせてばっかりだったのに、私は知らないおばあさんやお兄さんやお姉さんを笑顔にしてる。嬉しいな、みんなが笑ってくれて。あったかい気持ち、さっき感じてた。あ、엄청귀여운데지금그죠いっぱいになって溢れてくる。なんか、うわ、あー、笑顔。今私笑ってる。あー、そうかも。だってお姉さんもみんなもキラキラしてすごく楽しい。이언니한테배웠구나. 어? 부모님이찾아오지않을까? 아, 그대로가는거야? 와.즐거움을느꼈구나. 찾았다, 드디어 찾았네. 어, 오가사, 오도사. 근데, 私お姉さんともっと이언니가아어아리가토고자이마시타항상인기웃기긴하지みんなを笑顔にするのが、希望を届けるのが、お姉さんのアイドルのお仕事なんだって。それで
それで、私ね、お姉さんのこと、すごく素敵だなって思ったの。だから、私もお姉さんみたいに、お姉さんみたいに希望をあげたいなって、たくさんの人を笑顔にしたいって思ってね。私もアイドルになりたいって思ったんだ。おお。うん。なれるかな。그어리다이치고말을너무잘하긴하는데。本当？집에서도잘밀어줬구나그래서그니까가능하지よかった。それじゃあ私、いつか絶対お姉さんみたいなアイドルになる。야존나귀엽긴하다쪼꼬미가懐かしいな。あの時のこと、今でも鮮明に思い出せる。ふわふわの可愛い衣装が、お姉さんが動くたびに揺れて。歌って踊るお姉さんの笑顔がキラキラで、心の中に小さな明かりが灯っていく感じがして、それまでよくわからなかった希望っていうものの形が初めてわかった。これから先、私がお客さんに届けたいのは、あの日に私が感じた明日を頑張る希望。いえいえ、それだけは絶対に変わらない。これまでも、これからも。お母さん？뭘かな？え、私に見せたいもの？の？勇敢？もしかして、私たちのワンマンのことが小さな記事になってるとか。무엇일까요？いや、でもまださすがに全国紙までには。お？え？見せて。あの人だ。ん？지금뭐하고사시는데뭐하고사신대引退した元アイドル、舞台を降りてもなお人々に希望を届け続ける。アイドルを引退後、地方ラジオ局のアナウンサーとなった彼女は、その活躍の場を小さなブースにとどまらせることなく、介護老人福祉施設や幼稚園、温泉施設など、その華やかな経歴を生かしてステージに立ち、地域に密着した活動を続け、花が咲いたような笑顔と歌声で、本心적이고착한사람이네。多くの人々に勇気と希望を与え続けている。일단머리에미아차키레이드달려계시잖아。あの人がアイドルを辞めちゃってからどうしてるのか全然わからなかったけど、そうだったんだ。今でもずっと。あの頃みたいに、たくさんの人に希望を届けてたんだ。本当にあの人らしいな。ありがとう、お母さん。知れてよかったよ。この記事のおかげで、私はまたお姉さんから希望をもらうことが。この記事のおかげ、そっか、この記事のおかげで今私、悩んでたことが解決したの。明日みんなに話さないと。また背中を押してもらっちゃいましたね。やっぱりあなたは私にとってずっと憧れの人です。あ、
みんな一晩冷静に考えたと思うし、改めてテレビ出演に対しての考えを聞いてもいいかしら。そうだね。それじゃあ、誰から話す？私から話してもいいかな。ええ、じゃあお願いするわ。わかった。単刀直入に言うね。私は、みんなとテレビに出たいと思った。はるかがそう言うなんて正直意外だったわ。どうしてそう思ったの？それがね、実は。まあ、はるかちゃんの憧れの人が新聞の記事に？アイドルを引退してからどこで何をしてるのかもわからなかったんだけど、新聞の記事が教えてくれたんだ。お姉さんがアイドルを辞めてもたくさんの人に希望を届けてるってこと。私はそれにすごく勇気をもらえた。はるかちゃん、だから私思ったんだ。メディアって予想外の切り取られ方をすることもあるし、影響力もあるから怖いけど、怖いくらいの力だからこそ、私たちの届けたい希望を、私たちがまだ出会ってないたくさんの人たちにも届けてくれるかもしれない。この新聞記事が私に届けてくれたみたいに。そうよね、私も今日似たようなことを言おうと思ってたの。例えばこの世界の中には自分が希望を必要としていることに気づいてない人がいると思うのよね。希望を必要としていることに気づいていない人。ええ、本当に落ち込んでる人なんて自分のことに精一杯でアイドルを追いかけることなんてできないんじゃないかしら。でも苦しかんじゃちゃこったよ。そういう人たちと私たちを引き合わせてくれるのがテレビっていうメディアだと思うの。たまたま新聞記事を見て憧れの人の活躍を知って勇気をもらえたはるかみたいに。근데진짜신기한거지이렇게알게이렇게다시본거는엄청신기한거지私たちに出会ってくれた人に希望を届けられたら最高じゃない？確かに、それすっごく素敵だね。そうでしょ。それにやっぱり私たちのファンは、私たちがテレビっていういろんな人の目に触れやすいものに出ることを喜んでくれると思うのよね。그렇죠。だから私もテレビ出演には賛成なんだけど、他に何か意見はあるかしら。私は正直、はるかちゃんや愛理ちゃんの話聞いたら全然ちゃんと考えられてなかったなって思ったんだけど、私もテレビに出たいなって思った。今まで私たちって配信活動がメインだったけど、そればっかりじゃ私たちを見たいと思って見に来てくれるお客さんにしか届かないんじゃないかなって。유입이쉬운것만은아니니까私もテレビに映ってたはるかちゃんを見て希望をもらったから。みのりそれじゃあみのりも賛成派ってことで。最後になっちゃったけど、しずくはどうなの？私は実はさっきまで決めきれていなくてずっと悩んでいたの。あは。テレビには出たいけど、昨日はるかちゃんの言ってたこともわかるなって。私もみんなの印象がねじ曲げられちゃったら嫌だから。しずく、でも今みんなから話を聞いてきっと大丈夫だなって思ったわ。だってみんなはたくさんの人に希望を届けたいって目標をちゃんと持っていて、そのためにいろいろ考えてるでしょ。その気持ちはこの先も変わらないと思うの。だから
もしも私たちが伝えたいことが思った通りの形で伝わらなかったとしても諦めずに何度も伝えていきましょう。そうしたら時間がかかっても必ず届くと思うから。그치무슨논란에만휩싸이지않는다면야어떻게든잘전해집니다메이코도似たようなことを言ってたっけ。아메이ちゃんも난다か嬉しいわ。메이ちゃんってことは하루카ちゃん世界に行ってたの。ちょっと今回のこと悩んじゃって。들켜버렸고。相談したかったから。はるからしいわね。大事なことだからね。それに、ちゃんと考えたおかげで、みんなと同じ決意ができてよかった。これで、ちゃんとテレビ出演に舵を切れるね。좋습니다。緊張するの早すぎるでしょ。まだ連絡も返してないんだから。그니까。あ、それなんだけど、今日私の方から返しておくよ。結局テレビに出るって結論になったのに、私のせいでみんなを遠回りさせちゃったしね。もう言ったでしょ、そんなの気にすることじゃないって。これは必要な議論で必要な時間だったわ。그렇죠。そうだね。でもやってくれるって言うならメッセージに関してはお任せしちゃおうかしら。はるかはそういうの得意そうだしね。まざ？그래서시킨거맞아？確かに。私そういうビジネスとかの文章って上手に書ける自信ないし。그치、みのりが쓸거면하루카가쓰는게맞지。私もあんまりやったことがなくて。아이리나하루카둘중한명이쓰는게맞긴한데。への返信できっとモアモアジャンプのこれからが大きく動く。그치、이게분기점이될거야。もう大丈夫だって、私たちは目の前の人たちだけじゃなくて、まだ出会っていない人たちにも希望を届けられるアイドルになる。これはそのために必要な一歩だから。みんな、はるかちゃん、頑張ろうね、これからも。あ、방송국。그대빛깔심포니요？와우。응？풀데이즈요？어？어？어？이거좀찡긋。뭐야？왜갑자기이래요？우리희망차게끝나는거아니었어요？우리이제 TV 나가서앞으로어떻게될지모르지만잘해보자아니었어？뭘알아？이거좀어려운데？말이안되는데？뭔가큰일이날것만같은정말엄청난분기점이생길것같은떡밥이네요。일단은시작은
단독 라이브 이후에 팬레터를 돌려보다가 앞으로 모모점의 행보를 정하는 쪽으로 주제가 됐던 것 같습니다. 거기서 미노리는 아주 희망차고 꿈이 큰 친구니까 팬레터의 영향도 있었고 본인이 좀 더 꿈을 펼쳐보고 싶은 마음도 컸기 때문에 봄 라이브를 하자라는 파격적인 제안을 하게 됩니다. 정말 미노리 다웠어요. 바라보는 꿈의 크기가 떡잎부터 다르기 때문에 충분히 그런 생각할 거라고 생각했습니다. 그래서 다른 멤버들도 미노리의 순수한 아이돌 마음? 그렇게 설명하면 되려나? 그걸 보고 각자가 다시 한 번 더 마음을 다잡게 되는 계기가 됐던 것 같아요. 그래서 하루카도 정신이 번쩍 들고 관객 수에 상관없이 순수하게 전국에 있는 사람들한테 희망을 전하고 싶었다는 과거의 기억을 떠올리면서 미노리의 목표에 같이 함께 하자는 생각을 갖게 됐습니다. 그리고 나서 목표가 돔라이브니까 가기 전에 할 수 있는 계획들, 플랜들을 짜고 있었는데 아무래도 관객 수를 올리는 게 먼저니까 모모점 메일로 온 DM들을 확인해서 뭐 잡지나 뭐 어디 라디오나 이런 걸 생각하고 있었는데 도쿄 NX였었나요? 거기서 아주 좋은 기회가 왔지만 하루카도 이해가 되고 다른 멤버들도 이해가 되는 게 아이리 같은 경우는 뭐 예능 방송 같은 것도 많이 했었고 그렇다 보니까 방송에 대한 거부감도 상대적으로 적었을 거라고 생각하는데 뭐 그래서 얻는 파급력 자체도 TV가 엄청 크니까요. 근데 하루카가 말했던 쉽게 말해서 악마의 편집이라고 할 수 있죠. 그런 걸 당하는 게 아이돌이라는 캐릭터에 대해서 안 좋은 영향을 끼칠 수 있기 때문에 걱정이었죠. 아이리도 그걸 겪어봐서 요즘 말로 나락에 갈 뻔하다가 팬들이 구해준 케이스가 됐었죠. 그래서 이걸로 좀 더 고민해보자 라는 이야기가 있어서 하루카는 안 좋은 측면으로 생각을 계속 하다가 객관적인 판단을 하고 싶어서 세카이로 가서 버추얼 싱어들이랑 얘기를 하는데 메이코가 모모점의 팬으로서 얘기한다 라고 하면서 좋은 얘기들을 굉장히 많이 해줬습니다. 어떤 모습을 보더라도 모두 생각하는 마음은 달라지지 않을 거다. 진짜 팬들은 너의 진짜 모습을 아니까 괜찮을 거다. 이거부터 되게 안정감을 주는 그런 말이었다고 생각하고요. 그리고 TV의 그 악마의 편집이나 그 정도까진 아니더라도 내가 하고 싶은 말이 살짝 왜곡되는 정도더라도 많은 사람들이 모모점을 알아봐줬으면 좋겠고 전하고 싶은 마음이 변하지 않으면 분명히 잘 전달될 것이다 라고 이야기를 해줬기 때문에 하루카가 기운을 잘 받아서 결정에 좀 더 도움이 됐던 것 같고 정말 궁금했던 하루카의 과거 이야기가 조금 나오게 됩니다. 과거를 생각하면서 초심을 잡으려고 생각을 했던 하루카였는데 어렸을 때의 하루카가 성숙하다, 의젓하다 뭐가 더 가까운 표현일지 판단이 잘 안 내려지는데 그 당시에 웃음을 짓고 싶어도 웃음이 나지 않았던 하루카였는데 삶은 계란씨 구경도 하고 악수회도 했던 그 장소에서 어쩌다 보니까 미아가 돼서 걱정하는 모습의 하루카를 봤는데 거기서는 그래도 돌발 상황에 대한 생각하는 모습이 그래도 어린아이긴 하구나 라는 생각이 들었는데 표정 변화가 1도 없는 거야. 뭔가 감정의 문이 열리지 않았다? 밖으로 보여지는? 그런 생각이 좀 들었습니다. 근데 어떤 언니가 하루카를 구해주게 되었죠. 그게 아이돌이었을 줄은 몰랐는데 아이돌 언니씨 덕분에 하루카가 처음 스테이지에 올라가도 보고 거기서 많은 사람들이 나를 보고 웃어주는구나 나 때문에 많은 사람들이 웃는구나 라는 것도 알게 되어서 하루카가 즐거움을 느끼고 제대로 웃었던 것 같습니다. 그리고 하루카는 자신한테 그런 기회를 주고 이런 계기를 만들어준 언니를 보고 동경의 대상으로 삼았고 이제 하루카의 꿈을 만들어준 거였죠. 거기서 하루카가 언니와 떨어지는 그 부분에서도 부모님한테 아이돌이 되고 싶다 라고 이야기할 때도 말을 엄청 잘하더라고요. 그 부분에서는 이 괴리감이 조금 있긴 했는데 어른스러운 모습도 있으면서 아이같이 순수한 모습도 갖고 있는 게 신기했습니다. 그리고 나서 하루카의 어머님이 신문에서 그분을 찾아가지고 근황을 알려주게 되었고 하루카가 확실한 결정을 내릴 수 있게끔 도움이 됐습니다.
다행이었죠. 마지막에 이제 각자의 의견을 듣고 TV에 나갈지 말지를 결정하게 됐는데 여기서 하루카가 어린 시절 있었던 이야기를 얘기해주면서 다들 찬성하는 분위기가 됐는데 여기서 아이리가 해줬던 말이 이 세상에 자신에게 희망이 필요하단 걸 깨닫지 못한 사람도 있기 때문에 나는 알리고 싶다라는 얘기에서도 그런 사람이 확실히 눈에 보이기 때문에 공감하는 말이었습니다. 굉장히 잘 봤는데요. 그리고 마지막에 하루카가 이 계기로 인해서 우리 모모점이 많이 변하게 될 거다라는 말로 희망차게 끝날 줄 알았는데 갑자기 마지막에 치어풀 데이즈랑 엮일 것 같은 떡밥이 뿌려지네요. 아 이러면은 좀 많이 피곤할 것 같은데? 시즈쿠 멘탈 괜찮으려나 모르겠어요. 내가 생각했던 오늘 스토리는 어찌저찌 TV 프로그램도 잘 나가서 끝날 줄 알았는데 앞으로의 모모점의 행보와 그리고 TV에 나갈지 말지 요걸 결정하는 그런 주제로 됐네요. 아 다음 스토리가 너무 찝찝한데? 아, 쉽지 않다. 일단 잘 봤고요. 이번 리뷰는 여기서 마무리하도록 하고 저는 다음에 다른 스토리로 찾아오도록 하겠습니다. 그럼 안녕. 예. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you